各地で食べられており、生醤油を使用したもの、とろみのある、醤油あんかけ、黒蜜だれを使用したものなど各種ある。地域によっては独自の名称で呼ぶ場合がある。団子屋と呼ぶ、団子専門店や、和菓子屋、祭りなどの屋台、食料品店などの小売店で販売されている。醤油を主とする味付けであり、団子本体の甘さをより引き出すものである。 醤油団子は神社や神棚への供物すなわち新鮮に由来し、串に五つの団子を刺すのも人間の五体を表すとされる。新鮮の団子は蒸したままのものであったため、祈祷を済ませた後、それを食する際にはすでに水分が飛んで固くなっており、焼いてから醤油をつけて食べていたものを由来とする。 現在、醤油団子として各地に残るものは商品化しているため、蒸したままの柔らかい団子に醤油をつけたものや、焼きながら醤油をつけたもの、醤油を塗ってから焼いたもの、あるいは、磯辺餅に煮たものなど、種類は様々である。団子を焼く場合は、磯辺餅に類似した食べ方も見られ、海苔のふりかけをかけたり、板海苔を巻いたり、わさび醤油に漬けたりして食べるなど、 様々なバリエーションがある。砂糖が高価であった時代、薄味の甘みでも十二分に菓子としての需要があったが、甘いものが流通する現代においては、菓子以外にも軽食、ファーストフードとしての需要が高まっている。ありがとうございます。